2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を16年前から見とっている専門家のジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国総選挙、ねじれ国会で、人事権の行使さえ困難。残り任期3年のユン大統領に、最大の政治危機。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国総選挙、多くの、日本人の希望通り、韓国総選挙は与党の、歴史的惨敗という結果で、終わりを迎えた。しかも、2年ほどやって途中で議席数を大幅に減らす大統領なんて、韓国史の中でもありえないんじゃないか。ユン氏を信じて投票した保守層が、野党に投票している時点で、彼はオワコンなのだよ。まずは選挙の結果についておさらいしようか。韓国総選挙の結果、与党、国民の力が 108-6、野党、民主党 175+19、祖国革新党12、その他の野党を、投票率は 67%、前回は 66.2%。このようになった。まず、野党だけでは大統領を弾劾できる定数の3分の2に当たる200議席以上を獲得すれば理想であったのだが、残念ながら全部の野党を入れても192席となっている。でも、たった8議席足りないだけだ。どう見てもユン氏は死にたいなので、ここから離脱者が続々と出てくるだろう。すでに首相は辞めたそうだぞ。では、引用しよう。ソウル連合ニュース、韓国のハン・ドクス首相が11日、ユン・ソクヨル大統領に口頭で辞意を伝えた。大統領室高官が同日、記者団に対し明らかにした。また、国家安保室を除く政務担当秘書官級以上の大統領室高官も全員辞意を表明した。イ・グアンソプ大統領秘書室長、ソン・テユン政策室長、イ・ドウン広報政務担当秘書官、ハン・オソプ政務担当秘書官も含まれるという。いやあ、みんな、いなくなりましたね、さすがですね。ユン氏と親中なんてしたくないものな。だいたい、あと8議席なんていくらでも、交渉次第で野党は手に入れることができる。この時点でユン氏はもはや、飼い殺しである。何するにしても野党の多くがいなければ、何もできない。まさに飾りの大統領だ。いくらアメリカに何かを約束しようが、関連法案が通らなければそんなものは何の意味もない。ユン氏ができる残された最後の道は反日ドーピングしかないのだ。現職の大統領して、竹島に不法侵入して、日本企業の資産現金化を進める以外は、生き残る術はない。もう、終わりなんだよ。彼らの2年間は国民から真っ向に否定されたのだ。選挙という最大の多数の民意によって否定された。普通の大統領ならその場で辞職ですよね。イ・ジェミョン代表に大統領の地位を明け渡した方が良いんじゃないか。ほら、すでにユン氏の仲間は我先へと辞任しているぞ。もはや、沈む船になんていられないよな。ネズミごとくに我先へと水に飛び込んで船から逃げ出して、安全になったら財布に入っているお札を乾かさないとな。人気がどれだけあろうが、国会がこうなってしまえば、お手上げです。しかし、本当に無能だよな。今まで信じていた国民が、ユン氏はダメだと見限ったのは当然だ。だって、彼は国民と対話できないからな。法律に則って強硬策で、従わせれば、国民はそれで納得するとか、平気で思い込んでたからな。これで医学部2000人増員も、白紙かな。もう、彼には何かをする力は残されてない。
何しても否定されてしまえば、意味はない。アメリカだってそれがわかるので、もう、韓国を見放す準備は着々と、進めている。しかし、あっけないものだよな。ムン君の尻拭いをしているから大変だ。でも、実はムン君の方が支持されています。これが現実だ。いい加減、日本人もムン君よりユン氏が、無能だということを痛感してほしいものだな。支持率が全く上がらなかった時点で、気づくべきだったのだ。彼は失敗していないとか、意味不明なことを述べる日本メディアも、多いが。では、どうしてこんな歴史的大敗なんですか？韓国通というなら、この結果ぐらい予想してくれよ。日本メディアの韓国を扱う記者は誰一人、彼が負けた理由を、まともに分析できてない。韓国経済の専門に、見ているこちらだからこそ、ユン氏が負けるのは手に取るようにわかっていた。だって韓国人は何でもかんでも、すべての悪いことは現職の、大統領が原因だと、本気で思い込んでるからな。彼らから言わせれば、今、ハイパーインフレで経済が、苦しいのはムン君のせいじゃない。ユン氏のせいなのだ。実際、その通りだ。そこにネギの価格も知らないことで、怒り爆発した。こちらのサイトや動画で取り上げてきた経済分析を、しっかり理解していたら、この結果に至ることは容易だったのだ。今回の選挙で明らかに、争点となったのはハイパーインフレである。そして、ユン氏は1日10万ウォンの、食費がかかるほど、食費の高騰を抑えることができなかった。物価対策してても、インフレを抑えられない。本当に庶民は生きるか、死ぬかの瀬戸際だったのだ。限界だったのに大統領は無能すぎる。それにユン政権が気づかないから歴史的惨敗という結果なのだ。どれだけ半導体輸出が、回復しようが、内需が死んでるのは庶民には致命的なことだ。アジア通貨危機よりも苦しいという国民の、現状を放置した。与党が負ける要素なんていくらでもあるじゃないか。これでユン氏は大きな失敗はしていないとか、日本のメディアは分析するんだぜ。いやー、お粗末すぎませんかね。選挙の争点が物価や、経済であった以上、こうなるのは自明の理なのだ。高齢者の約5割は貧困なのだ。日本に最低賃金で勝ったと、喜んでも、高齢者に仕事があるわけではない。このようにユン氏が負けた経済的な原因なんていくらでも、突っ込めるのだが、日本メディアの記者はもう少し、まともな分析を、してもらいたいものだ。では、ネットの意見を見ておこうか。1、弾劾やろうそく期待してたから残念。2、弾劾がなくなったわけではない。与党議席から裏切り者が、生じればあり得るし。183議席を、動かせば、与党の足を引っ張って政策に、影響を及ぼしつつネガキャンするには十分すぎる。3、イジェミョンが反米反日だから支持を得たというよか、経済や人口など韓国の将来不安を払拭できないユン政権に厳しい評価が下されたんじゃなかろうか。にしてはユンミヒャンが比例当選していたりして、そればかりではない気もするんだが。4、実際、韓国の本音は理屈なんてどうでもいい。日本はとにかく韓国に土下座して、金を出せだからな。そんなもん無視すりゃいいのに、日本が相手してやるからおかしくなる。5、所詮韓国では親日政権など、嫌だということだろうあるで、結構だ。お前らは反日こそが正義だしな。6、反日ぶり返しのホワイト国、売買のスワップ停止まであるな。7、必死に報道してる日本マスコミ助けてやれよ。8、北はもう韓国を全く、信用してないからな。朝鮮戦争再開待ったなし。9、弾劾できるだけの大差じゃないんだけど、もうユンは政権内部からも、完全に見切りつけられたって、ことかこれ。しかし、韓国人ってのは、本当に情け容赦ないね。普通、ここまで迅速に露骨に裏切るようなこと、
まずしないよ。10. 岸田は当てが外れたんじゃなくて、韓国の手のひらの上で転がされただけ。以上の10個だ。ネットの意見はなるほどと思うが、韓国人は自然と反日が、子供の頃からの教育で、植え付けられているので、反日は愚か、日本に土下座が移行するような、ユン政権なんて心よく、思われるわけない。そんなのは支持率が上がらない時点で分かりきっていたことだ。彼らは日本を敵にすることで、優越感を得ていたのだ。それができなくなり、深刻な経済危機に陥れば、その矛先が韓国政府に、向かったという。では、朝鮮日報の悔しさに滲み溢れた記事を、見ようか。10日に投開票が行われた第22代韓国総選挙で、与党、国民の力が惨敗し、ユン、ソンニョル大統領は就任後最大の、政治的危機に直面した。国民の力は野党だった4年前の、第21代総選挙と同じく、少数与党となり、ユン大統領が進める国政課題は巨大野党という大きな壁に阻まれそうだ。ユン、ソンニョル政権が掲げる労働改革、教育改革、年金改革はもちろん、医師増員などの医療改革も今後さらに難しくなる見通しだ。共に民主党を中心とする野党の圧勝により、ユン大統領がこれまで野党の独走を牽制する手段としてきた拒否権さえも、与党議員の一部が、離脱すればその行使が難しくなりかねない。権力の革新とも言える人事や、予算権も国会の同意が、必要な場合は、巨大野党の意向に左右される可能性が、高まった。加えて与党に対するユン、ソンニョル政権の、支配力も一気に低下しそうだ。投票終了直後に、地上波テレビ局3社が出口調査の結果を発表したが、これに対して与党内部からユン大統領の一方主義的なリーダーシップのスタイルは、もちろん人事や政策など政権運営の方針全般に対する民心の厳しい審判だなどの指摘が相次いだ。今回の総選挙はユン大統領当選から2年後に行われたため、ユン、ソンニョル政権に対するいわば中間評価と位置づけられていた。共に民主党のイ・ジェミョン代表は前回の大統領選挙で敗北したが、後に野党第一党のリーダーとして復帰した。しかしその後もユン大統領はイ代表と一度も会談せず、巨大野党の反対を回避する。苦肉の策として行政部の政策面での権限、あるいは大統領令などにより、政権運営を続けてきた。また野党が一方的に成立を進めた法案については就任から2年間で9回拒否権を行使することで阻止した。ある与党関係者はユン大統領は任期が3年残っているが、その間野党の協力なしには政権運営が難しいという現実を受け入れ、野党と対話し妥協する政治スタイルに立ち返らねばならないと指摘した。共に民主党など野党各党は前回の第21代に続き第22代国会でも過半数を上回る圧倒的な議席を確保したため、ユン大統領に対してこれまで以上に圧力を強めるものとみられる。まず大統領室と内閣の全面的な交代など人事面での刷新を要求するとみられる。さらにユン大統領が第21代国会で拒否権を行使したキム・ゴンヒド、イツ・モータース株価操作疑惑特別検事法の成立を再び求める可能性が高い。野党各党は海兵隊員死亡事件捜査外圧疑惑イテボン惨事などユン大統領に直接狙いを定めた事案でも特別検事法の成立を求め、さらにユン・ソンニョル政権が反対する。韓国教育放送公社法、放送法、放送文化振興会法の放送3法改正案、米の超過生産分の政府買い上げを義務付ける家庭国管理法改正案、民主化有効者法なども再び成立に向け動くとみられる。ニュースは以上。朝鮮日報が長文でねじれ国会について懸念案を
たくさん書いているが、全部、現実になるんだぞ。多くの壁に阻まれそうだ。低下しそうだと。推定になっているが、むしろ、断言していい。もう、ユン氏は、ジェミョンを無視して、何もさせてもらえない。しかも、与党から離反者が出たら、弾劾危機まで迫っているからな。いやぁ、めっちゃ面白いじゃないですか。与党の議員の説得、野党議員の説得、利害対立が確定的な二つの、議員に対してユン大統領は対話しなければならない。ユン氏が一番できない対話である。明日以降の朝鮮日報の、社説と、ハンギョレ新聞の社説が、楽しみだよな。さて、ここからは経済の話題に入る。韓国総選挙はこのような結果となったが、米 CPI がやばい。もう、今年の利下げがないかもしれない。これもこちらは予測していたんだよな。それでドル円が153円、ウォンは1365ウォンを突破している。ええ、これってウォン安速報の時間じゃないのか。とりあえず、ウォンの動きをどうぞ。韓国選挙で与党が絶望している間に、絶望的な CPI が発表されてしまい、ウォンは1350、1360を軽く飛び越えた。これは1400のニューノーマルも見えてきましたね。では、米 CPI を見ていこうか。マリサ、あとはお願い。おう、どんどん読むぜ。ワシントン、10日、ロイター、米労働省が10日、発表した3月の、消費者物価指数 CPI は、前年同月比 3.5% 上昇した。前月の 3.2% 上昇から加速し、昨年9月以来の大幅な伸びとなった。市場予想の 3.4% も、上回った。ガソリンや住居費の上昇が、背景。市場では、米連邦準備理事会 FRB が9月まで、利下げを見送るという観測が、強まった。前月比では 0.4% 上昇と、2月の伸びと並んだ。市場予想は 0.3% 上昇だった。ファースト、シチズンズの市場、経済リサーチディレクター、フィリップ、ニューハート氏は年内の、FRB による行動の、可能性を完全に排除するものではないが、向こう数ヶ月以内の利下げの確率を確実に低下させる内容だったと述べた。ガソリンと住居費が CPI の伸びの半分以上を占めた。ガソリンは前月比 1.7% 上昇と2月の 3.8% 上昇から鈍化した。家賃を含む住居費は 0.4% 上昇と伸びは2月と同水準だった。貴族家賃、OER も 0.4% 上昇。2月の伸びと並んだ。食品は 0.1% 上昇した。自動車保険は 2.6 上昇。自動車修理費は 3.1% 上昇し、それぞれ2020年7月以来、22年8月以来の大幅な伸びを記録した。ヘルスケアや医療品なども上昇。一方、中古車、トラック、レジャー、新車は下落した。変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前月比 0.4% 上昇。前年比 3.8% 上昇。市場の鈍化予想に反し、いずれも2月と同じだった。エコノミスト予想は前月比 0.3% 上昇。前年比 3.7% 上昇だった。物の価格は 0.1% 上昇したものの、食品、エネルギーを除く、ベースでは、0.2% 下落した。サービスは 0.5% 上昇。家賃を除くベースでは 0.8% 上昇し、2月の 0.6% 上昇から伸びが、加速した。ウェルズ、ファーゴのシニアエコノミスト、サラ、ハウス氏は、CPI の加速について、インフレ鈍化の軌道反転の兆候というよりは、FRB のインフレ目標に向けた道のりの障害となる可能性が高いと述べた。CPI を受け、フェデラルファンド FF 金利先物は急落。
CME フェドウォッチによると、金融市場では最初の利下げ予想は、6月から9月に後ずれした。市場は現在、FRB が今年利下げを行う回数は2回のみと予想。従来は3回の利下げを織り込んでいた。ニュースは以上。ある程度の上回る予想はしていたが、これはひどいな。そりゃ、ドル円も153円になるよな。ほら、韓国人は円テクするんだよな。今、円を買っておけば、本気で上がるとか思い込んでるのか。でも、もう153円ならお衣装の嵐だよな。140円ぐらいで買っているそうだからな。このように円安、ウォン安、米利下げも見逃せない。しっかりとどれも売っておきたいと思う。ニュースは以上だ。霊夢、選挙が終わってから凄まじい逆風が吹き荒れているじゃないか。韓国だけが厳しいわけじゃないけど、米 CPI はかなりヤバいわね。本当、米利下げは年内にあるのかしら。ウォンもついに1370ウォン超えたわよ。おいおい、まさか、ウォン、ザム破壊なのか、いくつだったか？ウォン、ザム破壊は1380よ。つまり、ソロウォン攻防戦が終わるわ。マジかよ。そんなところまで来ているのか。選挙の後なのに。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。